ちゃん、こんにちは、豊さん、はい、今現在 X のトレンドナンバーワンに上がってきてるのが、はい、新庄監督。もういいね。はい、いいね。いや、もうあれだろ、甲子園だろ。そうです、甲子園で今日あの、はい、西丹と京都国際の試合がよかったね、はい、大阪遠征があってちょうど京セレだったんですよ。であの試合があってな。そうなんです、京セレは14時開始だったので、うん、その前11時ぐらいに甲子園に現れて、そうだな、もうちょっと大パニックになってしまって、放送席に最初いたらしいんですけれども、そこからもう VIP というか貴賓室に移られて、西端のナインにこうガッツポーズだったりとか、いけっていう声援を送ってたので、うん、まあ純粋に応援に行ったというね。ねえ、まあ、あのすごく好感が持てるし、はい、あの機会があったらね、うん、俺も行きたいけどねまだ行きたい。あのでも、うん、やっぱそういうなんていうの、純粋に甲子園を目指したね、はい、時のことを思いながら、うん、まあ、応援してるんだろうけど、はい、いい光景だよね。ですよね、うん、またあの今の西丹の監督の方が一緒にプレーした仲間だったっていうのも、はいはい、やっぱりいろいろとねあったのかなとか。最初に西丹の選手は硬かったな。あ、そう見えてそうでしたね。あ、ちょっとミスが目立ったな、うん、もったいなかったね。そうですね、うん、いや、ただね、その新庄監督、現在パ・リーグの2位を死守しているというところで、はい、ロッテと、は1ゲーム差、はい、2位で、残り試合ももう40は切っているので、はい、あと37試合とか6試合ぐらいなんですけれども、ここから、まあ、セ・リーグは A クラスどこになるのか、優勝どこかっていうのは言われている中、パ・リーグは、ね、2位3位争い、まあ、そうだな、はい、まあ、優勝はね、うん、まあ、ほぼほぼやっぱりもうこっからソフトバンクがひっくり返されたらちょっと相当なショックだと思うし、そうですね、ちょっとそういうことは想像できにくいよね、うん、だからまあソフトバンクが1位になって、はい、まあ、2位3位だよな。そうです。でこの2位が今日本ハムで、3位が1ゲーム差でロッテで、4位が楽天が、3位のロッテと 5.5 ゲーム差、うん、どうですか、ちょっと楽天は微妙な感じなんですかね。あんまよっぽど頑張れないとな、うん、それかやっぱり2位3位のチームが、はい、まあ、怪我人が続出したとか、うん、あ、まあ、ちょっと感染症にかかったとか、はい、まあ、アクシデントがないと、うん、なかなかやっぱこう厳しいと思うよ、こっから行くには、こっから行くにはね、うん、でもやっぱこうずっとここまで戦ってきて、うん、この成績やから、はい、こっから何もなく、まあ、例えばよ、はい、誰もいなくてここで我慢してたと、うんうん、いや浅村戻ってくる、鈴木大地戻ってくる、辰巳戻ってくる、小郷、うん、はい、戻ってきた、うん、こっからスタートだと、うん、言うんだったら別だけど、はい、そういうメンバーがフルにいて、うん、この成績だと、うん、こっから上がってくるっていうのは相当な厳しさあるよね。そうか、まあ、ピッチャーを両チームと比べるとやっぱちょっと手薄さっていうのがあるしね、はい、うんうん、まあ、若くて優秀なピッチャーっていうのはたくさんいるけど、はい、今後ね見ると見据えると、うん、いやだけどまだちょっと経験がな、まあ、ちょっと浅い部分があって、はい、まあ、楽天っていうのはちょっと苦しいかなっていうような感じがするよ。そうですね、まあ、日本ハムロッテとはちょっと1試合だったり2試合多く残してはいるんですけれども、ただ 5.5 って考えると1試合2試合残してたからと言ってっていうことですよね。でロッテと、まあ、日本ハムが状態が悪いわけではないから、うん、そうですね、うん、だからガチンコでいくとやっぱこの3チームだと、うん、日本ハム、ロッテが、まあ、上位に残ってくるかなという感じはするよね。となるとやっぱりファーストステージ本拠地で戦いたいので2位、いやそりゃ戦いたいよ、はい、ZOZO になるのかエスコンになるのかで全く変わってくると思うんですけど、うん、この1ゲームっていうのはどういうふうに捉えてますか？合ってないような感じの1ゲームなんですか？まあ、ロッテとソフトバンクっていうのは結構残ってるんだよね。やっぱそこら辺やっぱ勝ち切っていくっていうのはロッテにとってすごく大きいと思うよ、はい、まあ、だからといって日本ハムが負けないかというと、うん、まあ、そうでもないとは思うし、うん、だから取りこぼしがしない、ただそのなんていうの、こう伝わり方、こっちに、はい、うん、伝わってき方がまあ一枚日本ハムの方がちょっと勢いをこう感じるんだよね、その試合見ていても。そうだね、それはその打線の勢いとかピッチャー陣のこうなんかこう勢いというのがそういうのですか、うん、まあ、チームの団結だとか、うん、まあ、その監督のカリスマだとか、はい、まあ、そういうことを考えるとやっぱり日本ハムが一枚上手かなっていうような、
まあ、そんな感じがするし、うん、でロッテの場合は佐々木朗希次第っていうところもあるんだよね。佐々木朗希はやっぱバンバン投げてて、はい、今までもで球数制限なく、はい、いやもう佐々木が投げたら絶対もう勝敗つけるんだっていうぐらいの状態じゃないよね、うん、そうですよね、うん、あとロッテは野手でいうと高部選手とか高部交渉したなそうです、はい、あと岡選手も岡もそうだな、はい、ってなるともう主力ここまで引っ張ってきた2人っていうのは大きいのかな。いや大きいけど、はい、じゃあ荻野で不満かっていうと不満じゃないわけよ。確かにな、ね、で角中もいるし、うんうんうん、いやだからここら辺はねやっぱそうは、まあ、ある程度熱いんだよ。まあ、日本はもう同じことが言えるけど、はい、まあ、高部と岡がいないっていうのは、うん、まあ、外野のレギュラー2枚いないのと一緒だからね、はい、でもまあ藤原が支えたり、うん、荻野が支えたりいろいろしてるけどもね、はい、まあ、でも日本ハムの方が俺はいいような気はするな、はい、で対戦成績がさ日本ハムとロッテだと、うん、やっぱ日本ハムの方がいいんだよね。そうか、相性的にも相性的にもいいんだよね。そうかそうか、うん、だからそういう意味では日本ハムの方が上いくかなっていうような感じがするんだけど、まあ、打線でもここのポジションでちょっと調子を落とした選手がいたなと思えばもうすぐ入れ替えだったり前の日打ってても入れ替えたりとか、まあ、豊富にできるっていうのは大きいが大きいですよね日本ハム。まあ、確かに、うん、確かに言えるんだけどでもそれがロッテができないかっていうとまあ、できないことはない。ただやっぱりこう怪我人2枚出してるっていうね、うんまあ、岡とあの高部がね、はい、まあ、これはやっぱマイナスっていうふうに考えると、はい、日本ハムの方が盤石かなっていうような感じはするよね。うん、そうですよね。あとはやっぱこう圧倒的にホームランというか、うん、まあ、外とかポランコとか、はい、まあ、この2人はね、まあ、そこそこ打ってくれるけども、うん、他に打つ選手っていうのがちょっとな少ない。少ないですね。でここに来てレースが、はい、まあ、非常に調子上げてるし、うん、まあ、万波水谷いいしな。そうですよね。まあ、万波がちょっとあれかそんなに良くないか。まだあの本来の調子というよりかは。まあまあそうだね、うん、まあだけどあの肩で一つの塁一つの点を一点を止めてるからね、うん、そうですよね、うん、やっぱサードコーチャーも止めるからね万波の時は肩分かってるので、まあ、それだけでも貢献度はあるし、はい、そうだな。まあ双璧っちゃ双璧だけども、うん、まあ、日本ハムの方が有利っちゃ有利だな。やっぱ日本ハムはソフトバンクに5勝10敗なのでソフトバンクと相性悪いしロッテもやっぱ6勝12敗なのでやっぱソフトバンクとは両チームやっぱり当たりたくないっていう、まあまあそれはそうだよねありますよね。あとは直接対決で見ると日本ハムはロッテに今シーズン14勝6敗、はい、勝ちかなり多く勝ち越してるんですけどもロッテが6勝14敗と日本ハムに分が悪いというところで直接対決が残ってるとするとやっぱり日本ハムに分があるのかな。あとはソフトバンクとどちらの方がより多く戦わなきゃいけないのかっていうことも他はですね、日本ハムは楽天に10勝5敗なので勝ち越してます。でオリックスに対しては9勝8敗なので、まあ、5分と。で西武に対しては10勝5敗、まあ、あの勝ち越してる。西武に残してるね日本ハム。西武にあと何試合残しているか。日本ハムが西武に8試合残しているっていうことは、うん、これもかなり、まあ、対戦成績もあるけども、はい、まあ、危険度もあるけどもやっぱ打たないっていうことを考えるとさ、うん、いいよね。いいですよね、はい、直接対決があと4回。ロッテがオリックスに大きく勝ち越してるんですよね、うん、日本ハムはオリックスと大体五分なんですけど、うん、ロッテはオリックスに対して今シーズン13勝5敗なので日本ハムとしてはやっぱりオリックスだったり西武と戦いたい、うん、楽天もそうですけどできれば日本ハムソフトバンクとは戦いたくないのがロッテなんですが、そのロッテはソフトバンクと6試合残してる。6試合でしょ。まあまあ残してますね。だからまあこういうことなんだよね。そうか。まあでもオリックスとも残してるでしょ。オリックスと残してるとロッテは有利ですね。いやだから残してるんじゃないの。あ、じゃあソフトバンクと大体同じぐらい残してると、うん、ってなるとロッテも、ね、オリックスを叩いて何としても上に行きたいと。まあそうだけどまあなあ、うん、でもオリックスは強い勝ち方するときあるよ。ありますねいや本当に、まあ、今年はねなかなかそれが続かないけども、はい、エスピノーザとか、はい、ね、そういうのもハマれば、うん、ね、ピシッと抑えてくるし、はい、それはなかなか簡単でもないとは思うけどね。そうですよね、うん、いやでもこれを見るとどこが行くのかな。やっぱり日本ハム今の
試合を見る感じ、肌感では、うん、でもね、あの日本ハムの強さって今年あのオールスター前かな、ちょっと状態悪くて、はい、マイナス1ぐらいになった時があった。もうそこから11作ってるわけでしょ、はい、だからここら辺の一つのノリというか、うん、勢いっていうのはやっぱこうエンジンがかかった時には あるなっていうような、うん、自力を出してくるなっていうような感じがするし、いやだからそういった戦いができるチームっていうのは、うん、やっぱこう最後まで踏ん張れるかなっていうふうに思うんだよね。ピッチャーはどうですか今先発中で、まあ、山崎幸也も勝ち出したし、うん、まあ、加藤も勝った、まあ、伊藤大海が まあ、安定してる、うん、まあ、安定してる。あとはやっぱ抑えが落ち着いたんで、まあ、柳川というね、うん、まあ、若いピッチャーこれからどうか分かんないけど、はい、まあ、だけど一応落ち着きを見せてるということで、あとは川野がちょっと心配だけどね。そうですね、うん、川野が心配だけど、まあ、他の面々だとやってくれるかなという感じがするから、これ田中正義投手が、まあ、そろそろ多分戻ってくるであろうと思うんですけれども、そうなった時にどういうふうに使っていくのかっていうのは、いや中で使うんじゃない、もうそこはもう柳川投手に、うん、っていうことですね。もうあのダメだったらスパッと変えられる位置で、うん、多分使っていくと思うよ最初は、うんうん、一人でもいた方がいいけどもね、はい、うん、だけど力もあるし田中正義っていうのはね、うんうん、だから、まあ、いてくれた方がいいとは思うけども、抑えっていうことはちょっと考えてないんじゃないのかな今は。そうかそうか、うん、一方でロッテは先発中継ぎ、はい、後ろって見た時に日本ハムと比較するとどうなんですかね。まあ種市西野、まあ、小島、はい、うん、小島がこの前良かったからね日本ハム戦にね、うん、いやだからあのぐらい安定しててくれるといいけど、うん、だから俺も佐々木朗希次第だと思うんだよね。そうか、投げた時に絶対勝つとか、はい、まあ、そういうふうな、まあ、威厳を発揮してくれないと、うん、ちょっとやっぱこう球数制限とか、うん、もうそういうので使ってる時期じゃないからもう、はい、だからあまり過保護にすると、うん、やっぱ戦ってる選手たちにもあまりいい影響っていうふうには俺は思わないんだよね、はい、いやだからもう投げるんだったら投げるでしっかり投げてもらわないと困るし、うんうん、だからまあ佐々木朗希が投げて勝つ、そうなってくると、はい、やっぱもう双璧になってくると思うんだよ。おお、面白いと思うんだよ、うん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 、あとはもう打線の勢いというかね、はい、まあ、そんな感じになってくるよね。この2チームの 2-3 争いは結構終盤までもつれると思います、うん、いやもつれると思う、ここはもつれるんですね。いや両方とも諦めきれないよ、ここまで来てそうですよね。いやそりゃそうだよもう本拠地で開催したいですもんね。 それまでは、ね、あのずっとロッテが2位を死守してきてるんだから。そうですよね、そういう意地もあるだろうし、うんうんうん、でもやっぱこう日本ハムは逃げ切りたいっていうのもあるだろうし、ね、もうぜひエスコンでね、うん、やりたいっていう気持ちは強いだろうし。そうですよね、ま、やっぱねお互いこう地元の利っていうのがあって、ね、やっぱこうなんていうのマリンはマリンの、ねうん、球場の特性あるし、はい、エスコンはエスコンで慣れてる方のチームの方がやっぱ有利だよね。そうか、でこれソフトバンクとしてはどっちに上がってこられると嫌なんですか。で嫌とかなんとかじゃなくて、うん、来た方に対して素直に戦うということだけだよ。それはもう対戦成績見てても嫌な感じはしない、まあうん、ただやっぱ不気味なのは監督として不気味なのは新庄監督だよ。何を仕掛けられるかっていうのが分からんから必ずやっぱりこう上がってきた時には一生ビハインドがあって、うん、何かを仕掛けてくるんじゃないかという恐怖はある、うん、そうですよね、うん、なんかこう気持ち悪さというかさ、はい、そういうのは持ち合わせてると思う。いやねセリーグはねどうしても混戦セリーグって言われている中で今パリーグはやっぱ2位と3位。でも混戦セリーグじゃなくなってくるなこれ。お下手するといやもう戦ってる雰囲気は違う。違いますか、うん、いやだからこれはね混戦セリーグをもっと続けたいんだったら、うん、やっぱ戦う雰囲気を変えていかなきゃダメだよ。まあ、阪神ということですよね。まあ、阪神もそうだし巨人もそうだし巨人ももっとこうぐらっと出ていくような、はい、気持ちが出ていくような戦い方をしないと、うん、まだちょっとおとなしいような気がするけどね。ということはやっぱりカープが今のところがちょっと頭一つ出てるのかなっていう。いやそうだね俺にはそう見えるけどね。あの試合最後の方までもつれるのかななんていうふうにセリーグも思っていたんですけれども、うん、このままだとこのままだとね、うん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 、変わらないとダメだと。いや本当に1週間試合が進んだだけでこんなにも変わってくるんですね。やっぱりやっぱ選手がその気になってるかなってないかっていうのもでかいしな。そうですね、モチベーションとか勢いとかありますか。だからロッテ日本ハムはもう意地の張り合いだよこれから
ね、どっちが踏ん張れるかどうかっていうことだよ、うん、でセ・リーグの場合はどこが雰囲気が良くなるか、はい、選手をその気にさせるか、うん、そこだと思う。だから豊さん、ロッテも今日から先発で取ったカイケル投手、サイ・ヤング賞を取って、まあ、今もう30代半ばなんですけれども、まあ、このピッチャー、まあ、スチュワートと投げ合いだよね、はい、でメジャーの逆輸入の、ね、そうですと投げ合いなんだけど、まあ、スチュワートもやっぱり意地もあるだろうしな、刺激になりますよね、カイケル、まあ、これがハマってくると、うん、佐々木朗希と、はい、佐々木朗希もこういろんな球数とかそんなんじゃなくて投げられるようになってきて勝てるようになってくると、はい、これはやっぱロッテはすごいよな。やっぱりサン・ヤングっていうとどうしてもバウアーを思い出してしまうんですよ。いや、やっぱそれらのピッチャーだよ多分。そうなるとベールを脱ぐけどですよね。となるとまあでもヨボヨボだったりしたよ。まあそう、30代半ばだから。いや、まあだけどそれなりのテクニックは持ってると思うよ。いや、だからね、まさに今夜の登板というか、そこでベールを脱ぐので、ちょっとそれによっては日本ハムもね、さらに相手がソフトバンクだからな、楽しみだよな。まあ今日はそうなんですよね。いや、だから戦いがますますちょっとヒートアップするとか分からなくなってきますよね。まあ、そうだね。ちなみにこのカイケルの評価、ベールを脱いだ評価は、明日の豊さんの3連戦の振り返りで、はい、触れていただけると、まあ、そうだね、はい、はい、いうことでね、楽しみですけれども、また開けてみて、うわー、大炎上しちゃったのか、それともバシッと抑えてるのか、まあ、楽しみではあるけど ね、 そうですよね。まあ、それによってはやっぱり日本ハムも気にしてると思うよ、どういうピッチャーなのかね。そうか、うん、だからそれが脅威になると面白くなってくるな、うん、もっと。そうですよね、うん、なのでね、明日3連戦の振り返りでこのカイケルのちょっと豊さん解説もされるので、はい、ぜひチャンネル登録されていない方はこれを機に。本当だよね、人差し指1本でいいので、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ ね、 ね、ちょっとね、残暑で疲れも見えてくる豊さんなので、そうなんだよ、残暑で疲れてるからそれが励みになります。励みになるので、ぜひチャンネル登録もね、はい、合わせてよろしくお願いします、はい。